ンコクッキング、はい、チャラリンコ、はい、トッシー隊長です。今日はね、チャラッとチャラリンコ焼きそば作っていこうと思います。ソース焼きそばで、なんで今焼きそばなのって話なんだけど、このね、高原キャベツ、約代表的なの 3つですね。春玉、寒玉、高原キャベツで、今ね、この9月頃に収穫される、群馬とかね、長野、新潟、その辺のね、ひんやりした土地で作られる高原キャベツが今美味しいんですよ。1年で最も美味しいかな、9月は。巻きがしっかりしてんのね。巻きがしっかりしてて甘みがあるのが特徴です。で、これの美味しい高原キャベツの食べ方は、炒め、さっと油で炒める。これが一番美味しい食べ方だと自分が思います。まあ、春玉、寒玉のね、それぞれにいいところを持ち合わせたのが高原キャベツだと思ってます。で、これ今日4分の1玉。はい。これをね、ご飯、4分の1玉半分に切って、この刃のところを、こうちょっとね、焼きそばのキャベツってみんなこう大きくざく切りにしたがるんだけど、その方がまあ見た目はいいんだけど、このようにね、ちょっと太めの短冊、これの方が食感が生きて美味しいんですね。はい、で、この、ちょっと硬いところもね、こうやって切っていきます。まあ、キャベツの食感を生かすっていうのでね、火の入れ加減をちょうどよくするためにこういう風に切ってます。これが約 100g です。玉ねぎはこれね、こうちょっと上切って皮を剥いちゃいます。まあ、麺一玉だからね、2分の1個ぐらいです。玉ねぎの小を2分の1個、これもね、繊維に沿って切ります。野菜の食感を生かすっていう意味で、繊維に沿って切ってます、玉ねぎは。はい、こんな感じで。はい、あとね、豚バラスライス、これはね、80g 豚バラスライス、これもね、適当に切ってもらいます。よくね、お好み焼き売り場とかで売られている、小エビ1袋100円ぐらいで売ってるやつ、これをね、大さじ1杯ぐらい。はい、じゃあ今回もね、フライパンでいいや、フライパンをね、温めてやって、このね、焼きそばの蒸し麺、これをもうよくね、スーパーとかで70円、80円ぐらいで一袋売られてる、ソースが入ってないバージョンですね。これを一袋入れます。はい、で、香ばしくさせたいんで、ごま油、これをね、小さじ2杯ぐらい、はい、入れてやります。はい、あとはこれをね、焼き色がつくまで、ちょっと全体的に焼き目がつくまで、パリッとなるまで焼いていきます。これをね、じっくり焼くっていうのがね、ポイントになります。これで麺の水分飛ばしちゃうんですね。はい、こんな感じでね、焼き目がつきましたよね。はい、こんなに焼いちゃっていいのって思うかもしれないけど、これぐらい焼いた方がいいんです。はい、で、ちょっとね、お酒、日本酒をちょっと振ります。はい、ちょっとですね、これで風味がグッと上がります。はい、これ意外と知らないんじゃないかな、ね、酒で蒸す、ごま油で炒めて酒でこう麺をこう炒めてやる、これすごくね、これだけでもう焼きそばがもう段違いに美味しくなります。パリッと香ばしく、うん、いいね。麺だけ先にこうやってね、パリッと、でこうやって弾力が出てきますよね。はい、こうやって焼いていくと麺がこう弾力出てきます。うん、これぐらいになれば OK。 はい、これぐらいもうね、弾力が出れば OK。 パリパリした焼きそばが好きな人はもう少しここで焼いちゃってもいいんだけど、まあ、これはね、これぐらいで、さらに開けちゃいます。はい、お肉の方ですね。ここでちょっと油ちょっと足します。大さじ1ぐらいですね。はい、で、これを炒めていきますと。ここで、野菜の方入れていきます。ちょっとね、キャベツがね、多かったんで、キャベツの量 100g ですね。まあ、これぐらい入れてやって、はい、これをパッと炒める。
野菜に油をコーティングさせる。これがシャキシャキのね、野菜、もうポイントになりますね。ここで鶏ガラスープの素、これですね、鶏ガラスープの素小さじ1杯入れます。はい、したら、先ほど炒めた焼きそば、これを入れていきますと。はい、でこれを全体的に混ぜてやる。隠し味、ここでまたね、日本酒ですね。日本酒、これをね、ちょっと足してやって、オイスターソース、これ隠し味ちょろっと小さじ1ぐらい。でこれ強火でいいんでね、さっくりと。はい、でちょっとね、全体をこう広げてください。全体を広げてやって、はい、ここでね、ブルドック中濃ソース、ウスターソースでもいいんですよ。ただね、こういう売ってる市販の蒸し麺、高水麺が多いんで、中濃ソースの方が濃厚になってうまいと思います。富士宮焼きそばとかね、辛口のソースで締める低加水麺とかにはウスターソースが合うんですけど、自分はこういうね、市販の蒸し麺使うときは中濃ソースの方が合うかなってね、今思ってます。はい、あとはこれをね、ソースの量はね、大さじ2杯ぐらい、結構しっかりソースを使っててやるって感じですね。色で、もう色で決めるって感じですけど、結構しっかり色つけたいんで、大さじ2杯ぐらいがっつり入れたっていいよって感じです。はい。で、これをよく。はい。あ、うまそう。ここでソースがちょっと焦げて、麺がまたパリッとしてくるぐらい焼いてやると最高に。最高にうまいよ。ね。はい。はい、こんな感じですね。はい、香ばしい。すごく香ばしくて美味しそう。はい、はい、でもこれで完成です。ちょっと分け切り、万能ネギ散らします。まっさお。でね、おかか、削り節、これをパラッとパラリンコ、2グラムぐらいですかね。こう全体にね、かけてやります。うわー、たまんねー、うまそう。はい、紅生姜いきます。うわー、まっさお、やべ。超やばい。まやき、今日2個焼いちゃいました。はい、2個半熟。半熟というかもうかなりレア。はい、これをかけてやります。うわ、うまそう。絵的には1個で良かったかなって感じですね。ちょっとやらしい感じ。いや、やらしくない、パンダみたいな感じですね。はい、でちょっとこれをまたソースをかけてやって、あ、うまそう。バッチリじゃないですかこれ。はい、こんな感じです。うまそう。はい、じゃあこんな感じですね。はい、チャラリンコ。はい、これでね、隊長特製チャラリンコソース焼きそば完成です。はい、うまそうです。はい、こんな感じですね。はい、ってことでね、もうめっちゃうまそうじゃないですか、ね、やばいですね。はい、でここにねマヨネーズとかね、一味唐辛子もあるんですけど、これは好みですよね。まあ、好みでちょっとかけてもいいし、僕は一味唐辛子をね、七味唐辛子もいいですけど、僕辛いの好きなんで、一味唐辛子をパラパラパラリンコですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあこんな感じでね、いただきましょう。まずこの卵の黄身をですね、こう全体にこう絡めちゃうんですね、僕は。はい、こんな感じですね。うわ、いいね、いいね、いいね、たまんね。うわうわ、ちょっとこの辺だけね、おむそばになるんですよね。はい、じゃあこんな感じでね、いただいてみたいと思います。わ、たまんね、美味しいですね。はい、ではいただきます。はい、じゃあね、この、やみつき、焼きそばいただきます。こんな感じ。麺のね、弾力がすごいんですよ。もう驚きますよ。このちょっと麺だけ炒めて作るこのやり方やると、麺の弾力がものすごくいいです。いただきます。うん、めちゃめちゃ美味しい。いや、これめちゃめちゃ美味しいですね。いやー、やばいね、濃厚。この卵の黄身が絡んでマイルドで濃厚。一味唐辛子もね、欠かせないですね。最高。麺の弾力がすごい、もちもち、プリッとしてて、もちもちっとしてるんですよ、麺が。これやるだけで全然違いますよ。うん、
やもう最高っすね。これ昼からもうビール飲みたいですね。昼からもう冷たいビール飲みたいっすよ。いやうまいな。キャベツがシャキシャキ。高原キャベツやっぱうまいっすね。うまみが出ますね。高原キャベツは焼きそばに一番合う。高原キャベツが一番俺焼きそばに合うと思う。はい、ってことでね、今回は、この、ソース焼きそば、意外と知らなかったんじゃないですか。この高原キャベツでこういう作り方にするとめちゃくちゃ美味しいのできるってね。あの僕元焼きそば屋の店長やってたんで、あの自信持ってお勧めします。うまいですよ。意外と知らないと思うんだよねこの作り方。はい、なんでね、これはカメラ回ってない時にね、めちゃくちゃねもう一人でね満喫して食べたいので、ぜひねこれ作ってみてください。すごく美味しいね。はい、でこの焼きそばめちゃくちゃ美味しそう。作ってみたい、食べてみたい、少しでもね思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコ、お願いします。また見てね。やばうまっ。